へえ、ここの求人いつも募集してるけど、よく見たら待遇めちゃくちゃいいな。初任給90万円。多少の激務に耐えられる仕事好き募集か。よし、俺も男だ。ここに行くぞ。何か他に質問あるかねい,いえ、大丈夫です。そうか。まあ、うちは手当も手厚く、給料も高い分、少し激務で、多少ブラックと感じる部分もあるかもしれないが、大丈夫かいはい、もちろんそこは覚悟しております。わかった。では明日初出勤日を楽しみに待ってます。まあ、会社案内はこんな感じだ。何か質問あるかいあの、タイムカードのようなものは、そんなもんないよ。ずっとここにいてもらうから。えここは社員就寝用カプセルホテルな。あ、え え何これあの、これはここは社員が寝泊まりするとこだ。家に帰れるのは1ヶ月に1回。あとは会社に全泊。食事はお粥とクはのみ。今の時刻は朝8時45分だけど、彼らは朝6時まで仕事してた。3時間髪取って、そろそろ起きる時間だ。1日に許される睡眠時間は3時間な。やばー !1 日3時間しかもなんか吊るされてる人おるし。あの、あそこに吊るされてる方はああ、うちは会社にいる間は、仕事、外部との連絡は一切禁止なんだ。彼は副社長で、年収は2000万円だ。家族とこっそり LINE してたから吊るし上げた。 やばー仕事内容だが、地下に行ってひたすら発電用自転車をこいでもらう。1日20時間。休憩は1時間だけ。この会社はそこで発電した電気を売ってる。やばー令和の時代にこんなブラックあったんや。自転車こいで発電うちの社員数は20人で、今は半分の社員が地下で自転車こいでる。ただ、うちは初任給90万円で、2年目から給料の額もどんどん上がる。社会保険もバッチリ。やばー体力さえあれば、誰でも90万円。年収1080万円。ただ、自由な日は1ヶ月に1回だけ。しかも一度入社したら、最低5年はいないといけない。 それができないと、医薬金で給料はほぼなくなる。やばーなんやそれちなみに自転車こいでる間は暇だろうから、お経がずっと流れてる。20時間。やばー毎日20時間お経聞きながら、黙々と自転車こぐんや。想像したら怖すぎる。社員は全員 GPS がついてて、もし脱走したらヤクザに依頼してすぐに連れ戻す。やばーヤクザともつながりあるんや。よしじゃあ山田くんはあの右上の空いたスペースで。制服に着替えたらすぐ教えてね。わかったすぐ逃げよ。 毎日投稿頑張ります。ぜひよろしければいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。ホームラン、ホームラン、ホームラン、ホームラン。